本水大会やっていきまーす。いく。おー、処理落ちしてる、処理落ちしてる。ビューン。いきまーす。ここっすね。ここなんだけど、まずこいつら倒します。これ、終わる時間が18時なんで、20分前ぐらいに切り上げないと厳しいです。足も遅いし、意外と距離あるんで、4の時みたいに、数分で行けるみたいな場所じゃないんで、115、150ぐらいは多分欲しいですね。優勝するのには。ここ、サンマとタイと、なんかその辺釣れます。サンマ、タイ、カツオ、なんだろう。モミジヒラメ、となんだっけな。タイも釣れるかな。タイ言ったっけ。これ BGM 切ってます。音が聞こえにくいんで。でかい、これでかい。115。あ、でかい。イカだ。イカも釣れるんだ。そうでもない。はい。魚影でだいたいでかいのはわかるんですけど、左の方がでかそうだな。こいつ。あ、ここら辺でかい。さっき110。105。厳しい。これじゃちょっと優勝厳しいな。レシピパンとか多分もらえると思うんで、優勝者に。欲しいな。タイ。タイは釣れるんだけど。厳しい。あ、でかいのいる。100センチ115じゃ厳しいよな、優勝。いけんのかな、ちょっと。意外と大会の難易度高いんですよね、ルームファクトリー3は。これ夢中になってるとね、時間過ぎちゃうんで、気にしながらやんないと。うわ、釣れねえ。ダメだ。小さい。いた。でかいやついた。でかい、これでかい、でかい。あ、そうでもない。うわ、もう、ま、時間ねえな。厳しい。
たきたきたきた。140。これ微妙なとこだけど。あ、もみじラメ。ここで釣ってて20回に1回ぐらいはもみじヒラメが釣れるような感じかな。確率的には。やば。もう次で終わりだ。もう一匹。よし、戻れ。急げー、急げー。うわ、ギリだ、ギリだ。ギリだ。ギリ。やばい、やばい、間違えた。危ねー。優勝。ナイスだー。やったー。え、52センチ?全然や。まあ、こんな感じで、結構難易度低いみたいですね。あんまり見せなくてもよかったかもしれないです。この動画がよろしければチャンネル登録、高評価よろしくお願いします。ありがとうございました。